皆さんこんんここにちちははマイメロことはあちゃんです今回は古着屋さんでお洋服を購入してきましたのでこちらのご紹介をしていきたいと思いますいつもコメントとかで「大体いい定価はどれぐらいの洋服を着ているんですか?」とか「いつも購入品とかは高い洋服ばっかりですね」っていうコメントが多いんですけど実は古着屋さんで洋服を買うこともとあって結構洋服はと三井アウトレットパークとかで 定価をお安く買ったりとか、結構洋服は高く、あまりお金を出さないんですよ。たまにあのー、実際に普通のお店で高くてもいいのがあったら買ったりするんですけれども、結構安い服を見つけるのとかが結構好きで、えっと定価が高くて、えっと安くなってる。服が好きなんですよ。元々の定価が安いのではなくて。 例いろいろ私が好きなブランドのお洋服とかを安く古着屋さんでゲットできたらもうすごく嬉しいのでいつも探しに行くんですけれども今回も夏物のお洋服を買ってきたのでご紹介していきたいと思いますもしよかったら是非最後までご覧になってください、えっと、大体の値段は覚えてるんですけど結構あのお店でタグを切られてしまったので。 すごい、あのー、確実な値段ではないんですけど大体のお値段でご紹介していきたいと思いますそれでは早速紹介していきたいと思いますはいでは早速紹介していきたいと思いますまずは今着ているこちらのトップスなんですけれどもこちらはこんな感じでとこんな風になってて下がこういう風になってますで結構ふわんとした感じのお洋服でとっても可愛くて 購入しましまたこちらは、えっと、そ特にブランドとかはよくわかんないんですけど、えっと、こちらかわいななと思ったので購入しましたこういうふうにレースになってるのとかここが可愛くてあとふわっとしてるデザインのものとかすごく好きなのでこちら購入してきましたこちらを500円ですごくお安かったですはいでは次は、うん、とこちらになります こちらはダズリンのスカートになりますすすごく可愛いですよね私の大好きなリボンのデザインのもので最近紺のお洋服が好きなのでこちら購入しましたこちらはキュロットとかになってるのではなくて普通のスカートになってますとっても可愛くてここにダズリンって書いてますでは一回履いてみたいと思います はい、履いてみたのでご紹介していきたいと思います。こんな感じです。すごく可愛いスカートで丈は普通ですね。私の好きな形でとっても可愛いです。はい、えー、っとこの短いっていうか結構短めで最近あの階段でまた転んだんですよ。もう何回転ぶんだって感じなんですけど、そんなにねあの大変な階段でもないんですよ。普通の 家庭の階段とそんんなななに変わらない階段なんですけどその階段でまた転んじゃってもう足にねもう2か所怪我しちゃってるんですよだからあんまり足出したくないんですけどロングスカートだとやっぱり暑いので今回もね短めのスカートを購入しましたちょっとハイソックスとかで隠れればいいんですけど意外とあのー。 普通のね靴下じゃ隠しきれないところに怪我しちゃったのでどうせだったらもうちょっと下に怪我すればよかったかなっていうそういう問題じゃないかはいとりあえずこのねミニスカートを購入しましたはいでは次をご紹介していきたいと思います次はねこちらになりますこれはえっといつも私は結構何て言うのかなレースとかあとはうーんそこまでスポーティー系とか カジュアルな感じとかカジュアルっていうかあんまりスポーティー系とか着ないんですよなんですけどこちらはパールがここについてたのでちょっとあのカジュアルっぽくも着れるのかなって思って購入したんですけどこちらになりますこちらはイングのものですねこちらもとっってももお安かったですこちらも500円で購入しましたこれはパールがついてるからちょっといい感じなんですけどパールついてなかったら結構スポーティーめな感じに 着こなせるかなと思うんですけどでもねなんかパールがついてるからちょっとおしゃれな感じで着れるかなと思って購入しましたこちらも着てみたいと思いますはい着てみましたこんな感じですこちらはこんな感じの えっとここにね何て書いてるのかなわかんないけどすごい可愛い感じですでこのいつもね座ってる椅子ね朝みたいななんかでできてるからいつもねギーって音が鳴っちゃうんですけどすいませんこちらはあのこういう感じのこのパールがね本当にちょっとスポーティーさを控えめれる感じですよねでこ,のこここのがちょっと 普通のやつよりほわっとしてる感じなので結構いい感じでして意外となんかレースっぽい生地じゃなくてちょっとスウェットっぽい生地なのでと珍しいかなと思うんですけどパールがついてたのでこれなら着れるかなと思って購入しました。ああんまり、あのー、どちらかとというと 運動どちらかというとてか運動が苦手なのでスポーティー系の服があんまり似合わなくてそういう問題じゃないのかなと思うんですけどでもあんまりなんかそういった服は挑戦しないんですけどもうこれはねあのそこまでスポーティーじゃないかなと思ってこのグレーのカラー結構好きなので今回こちら購入しましたこの英語とパールの,あのデザインが気に入ったのでこちらもね購入しましたでは次を紹介していきたいと思いますどどんどん 着ててて紹介してまた次の服にっていう感じですはいでは次はこちらこちらはワンピースですこちらはねなんて読むか分かんないんですけどこういうお店で購入しましたこういうお店で購入したじゃないこういうお店の洋服を古着屋さんで購入しましたこちらはね 900円だったかなすっごい安いですよねでこちらは元の値段はいくらかわかんないんですけどこれねあの私の好きな感じの丈とこの形なんですよこういう感じのハの字みたいなスカートですごく可愛くてこちらも購入しましたこちらも着てみたいと思いますあれ はい、着てみました。こんな感じです。何回も着ると結構髪の毛崩れてくるので最終的には爆発するかもしれないんですけどはいまあこんな感じです。これは結構 あのー、大人っぽい感じのワンピースで最近なんかリズリサのワンピースとかワンピースとかフリフリな系のを着れなくなっちゃってなんか似合わないんじゃないかって思っちゃって最近ピンク系とか全然着ないので結構紺とか大人っぽい色が多いかなと思いますでと夏なので花柄とか結構買うんですけど今回はこんな感じのデザインになりますこちらはここがヒュッて縛られてるっていうかこう。 こういうい風になっててこんな感じですこんな丈で、まあ、こちらも可愛かったので購入しました900円でワンピースってもう本当に安いですよねあの定価が高いお店なのか安いお店なのかは別として可愛かったので購入しましたこのお店の服はよくわからないんですけどブランド知ってる方いたらコメント書いてくださいはいでは早速紹介していきたいと思います 次はどれかから行こうかなどれにしようかなという感じで次はじゃあこちらこちらはえとすごく私の好きなお店なんですけど読み方がわかんないんですけど好きなお店ですでもあのあれどこだよいしょ。 読み方がわかんないけど結構知ってる方いると思うんですけど北海道だったらスイマーの香スイマーってこっち側にあるお店でスイマーの隣にあるお店だと思うんですけどこのこのお店ですわかるかな結構この洋服着てるよって方いるかもしれないですね。 知ってる方いたらぜひ書いてくださいコメントにこれはねすごい可愛くてここにエンジェルのデザインになっているのと後ろに羽が生えてるんですよ羽が生えててすごい可愛いなと思って購入しましたこちらも着てみたいと思いますはい着てみましたこんな感じですここがねすごい可愛いですよねでこんな感じでえっとね後ろはこんな感じですこんな羽が生えてます すごくかわいですよねあの羽が後ろに生えてる感じなのでなんかすごいあの素敵なデザインだなと思って購入しましたこれから夏になるのでいいなって思いますここがねこういう風にエンジェルがここにいるだけではなくて自分もなんか羽が生えたような気分っていうのかなって感じでなんかすごく可愛いお洋服だなって思ってこのブランドは本当にもう可愛いに もう本当に洋服全部が可愛いんですよ売ってる洋服がなので気になる方は是非行ってみてください私も洋服持ってるんですけど読み方が分からなくて知ってる方いたら是非書いてください本当にお店の人に聞くのもちょっとなんか恥ずかしいかなって思ってお店の名前何て言うんですかっていうのもあれかなって思ったので はい、もう自分で調べればいいんですけどよかったら知ってる方書いてくださいはいでは次を紹介していきたいと思いますもうだん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 いろんな服着てたら髪がボサボサになっていってますねはいでは次を紹介していきます次はねなんかいっぱいねあるんだけどよいしょこちらのスカートです こちらは私の大好きなアクシーーズファムのスカートですなんとこちらは新品でしたあちなみにこれ値段言うの忘れたんですけどこちらも500円ですもうワンコインで洋服買えるってやばいですよね絶対に定価とか3000はいってると思うしいいなって思いますでこちらはアクシーズファムのスカートですこちらは新品でタグ付きでここにアクシーズファムって書いてます これもねここの定価の部分が切られちゃってるからわかんないんだけど4000はいってるかな結構高そうす素敵なデザインですよねはいこちらはね900円でした定価よりは絶対安いしもう本当に結構お得だなと思って購入しましたしかもね新品でタグ付きなので履いてみたいと思いますはい履いてみたのでご紹介していきたいと思いますこんな感じです さっきの紹介したスカートよりも長めでこのバラ柄がすごく素敵なデザインなので購入しました本当にかわいいですよねはいで、えっと、お腹のところがあのビージュみたいな感じになっててあのデザインがすごくかわいいんですよそれで、あとこの スカートはウエストがゴムになってるんですけどすごくいいなって思いましたスッと履けばいいだけなのですごく楽ですねはいでは次を紹介していきたいと思います次はよいしょ次はねよいしょ上のトップスですあちなみにあっ何でもない次こちらのこれもブランドわかんないですこのブランドです わかんないです。これはねあのピンク系とかはあんまり着れないって言ってたんですけどでもこの服がすごく可愛くてこれならね、まあ、茶色とかの服にも合うし、まあ、意外と合うかなと思って買ってしまいましたこちらですはいこれも500円で購入しましたすごい安いですここね上3つにリボンがついてるのがすごい可愛いなと思って購入しましたこちらも着てみたいと思います はい着てみましたこんな感じです結構ここのデコルテが結構出ちゃうのでちょっと上にこう上げてきないとって感じなんですけどでも結構ちょっと下に来る感じですねでこんな感じです結構あのー、この上のリボンがアクセントになってる感じで真ん中が結構中心な感じですねでここはちょっとふわっとしてる感じのデザインでとっても可愛いですこちらもねえっ、ー、とー 茶色のスカートとかだったら上になんか羽織れば9月とかでもいけると思うし結構可愛いデザインだなと思ったので色々いろいろなお洋服に合わせたいなと思います紺とかにも意外と合うかなって思いましたはいででは次で最後です次で最後なんですけれども次もブランドが分かりませんこのブランドです どこですかねこちらはね900円で購入しましたね900円と500円しかないですね意外と考えてみれば <laughs> はいでは着てみたいと思うんですけれどもこれはこう上と下がこんな感じで紹介の仕方が下手すぎるこんな感じでこうなんかくっついてるんですよこれでそれでまず上を 上っていうかそのままワンピースとしてガーッと着てでここのお腹の部分を調節してっていうかピュってめ巡ってピュってやって着る感じですこれも着てみたいと思いますこれで最後ですはい着てみましたこんな感じですあの露出があの普通の肩のノースリーブよりもちょっと 太めなので露出が少ない分上に羽織るの必要ないかもしれないですねノースリーブだとやっぱりちょっと露出が多すぎてこれ1枚ではなって思うんですけどこれぐらいの肩のラインだったら別にこのままでもね歩けるかなと思いますでとこれはえっと一見ねくっついてるようにくっついてないように見えてくっついてるので あの結構なんかおしゃれな感じのお洋服を着てるような感じですよねで結構ボリューミーがボリューミーボリューミーとボリュームが混ざったしかもなまった。 ボリューームのののある感じのスカートなので夏とかは結構いいかなって思いますで本当になんか上は結構もうザグレーでグレーだけなのでシンプルなのでちょっとなんかアクセントになるようなネックレスをつけたりとかヘアアクセをポイントつけたりとかしたらいいかなって思いますねちょっとストライプと上が全部グレーなのでちょっとここにパールのなんかパーツっていうかなんかあったらよかったかなって思うんですけど自分でネックレスとかつけて可愛くしたいなと 思いますはいというわけで今回は古着屋さんでの購入品をご紹介しましまたいつも動画では本店で購入した洋服ばかりを紹介するのであの高い服ばっかり着てるんじゃないかって思われがちなんですけれども実際のところそんなに高い服はそこまで買っていなくて特別気に入った服は買ったりするんですけど大体は結構アウトレットパークで定価の半額以下で購入したりとかお安く購入したりあとは。 リサイクルショップっていうか古着を買ったりとかっていう感じで結構安くしている部分安く済ませている部分もありますなのであのー、バッグとかはねあのサマンサのとかは買ったりとかは普通のお店で買ったんですけど洋服とかは意外と。 そんなななにも高いいのは買わないかなって感じですで動画で紹介するのは基本普通のお店のなのでやっぱりそう思われちゃうのはねあれなんですけど実際はそこまで洋服にはお金使ってない <laughs> ようなな感じもしますなんか高い服を少ししか持ってないより、あのー、安,い服安くて可愛いいブランドのお洋服をたくさん持ってる方が私は好きなのでダズリンとか。 あとはアクシーズファムとかいろいろなブランドの好きなお店のものを古着屋さんで安く見つけるっていうのが一つの楽しみでもあるのでいろいろな古着屋さんで可愛いい洋服を見つけたたらちょこちょょここ買ったりしています今回は初めてご紹介したんですがまた機会があったらご紹介しようと思います。 とということで今回は500円900円のすごくお安いお洋服を古着屋さんで購入したのでご紹介しましたご視聴していただきありがとうございましたいつもカメラ目線が怖すぎるっていうコメントが多いんですけどどこを見ていいのかあんまり分かんないのでいつもカメラばっかり見ていますちょっとどこで目線をしていいのか分からないのでいつもカメラのところを見てるんですけど はい、もし怖かったら申し訳ないです。というわけでご視聴していただきありがとうございました。バイバーイイ動画長くて申し訳ないです